はじめまして、長野です。パルダリウムをやっておりまして、1年が経過しました。今ご覧いただいているケージは南米産の植物のみで作った2つ目のパルダリウムで、なぜ南米のみかというと、ヤドクガエルが南米のみに生息しているので生息環境を合わせたという感じです。でこのケージなんですけど、ゼロプランツというお店で特注で作ってもらったケージでして、特徴としては通常のケージは2枚のガラスで扉みたいになっているのが多いんですけど、1枚ガラスになっているので切れ目がなくて、で今日は餌をやってみたいと思うんですけど、飼っているヤドクガエルはミイロヤドクガエルというヤドクガエルで、ヤドクガエルの餌はいろいろなものが、あるんですけど、僕が与えているのは黄色症状梅という小さいハエです。これをプラカップで培地と呼ばれる餌の領域をですね作って、その中でハエをせっせと増やしてヤドクガエルに与えるということをやる必要があります。で今映っているのが培地の粉が入ったものですね。これに水を入れて培地を作ります。あとダスティングというのがあって、餌にこう白い粉をまぶしてサプリメントなんですけど、それで与えます。これらの細かい紹介も今後やっていくんですけど、今日はハエをさっと与えてみたいと思います。僕がやっているやり方は、長めのプラカップにさっきのダスティングの粉をですねちょっと入れて、その中にハエをポンポンと入れて、トントントンと振って全体的にまぶしてあげて、ケージ内にあげるというだけです。ヤドクガエル飼うにはハエを増やすのか大変だなという方がいらっしゃるんですけど、ハエがですね、フライトレスとかいろいろあるんですけど、基本的には飛べないハエなんですね。なのでほとんどハエというよりはアリみたいな感じなので、基本的に飛びません。でこのハエが育ったこのカップを開けて、これサナギがいっぱい入ってるんですけど、今蓋を開けてトントンとやって与えるというだけです。とても簡単で、どれぐらい与えたらいいかなんですけど、今うちはミイロヤドクガエルが2匹おりまして、これはダンピールさんという方にボーダーブレイクの時にいただいたんですけど、だいたい30匹ぐらいハエを目安にしてケージに入れてるんですけど、生き残ってるハエをあまり見かけないので全部食べてるんじゃないかなと思うんですけど、どうもこう餌が足りないとヤドクガエルがこう痩せ細って死んでしまうということがあるみたいなんで、ヤドクガエルがこうぷっくりしてるかどうか様子を見ながら餌の量を調節するのが定石のようです。で動きもそんなに速くないので、餌をあげるときはただトントンするときに外に逃げたりするので、ケースの中にカップを置いてそこにトントンして、ケース内に逃げたハエはそのケースをトントンしてプラカップに入れてあげるというのがいいと思います。ヤドクガエルは餌場を覚えるようなので、
毎日同じ箇所に上げた方がいいんじゃないかなと思っていて、レイアウトするときにそれを知っていたので前の方を空間を開けるようにしています。そこにプラカップでトントントンとハエを落としてあげるとヤドクガエルがそのうち寄ってきてパクッと食べます。今回はすぐに食べなかったんですけど、この後以前撮った捕食の動画をご覧いただいて、今日はこれぐらいにしたいと思います。今後もパルダリウムのすべてをお話ししていくので、チャンネル登録をお願いします。バイバイ。